こんにちは、藤森翔です。今日本の、東京に住んでいる高校3年生です。父親が日本人で母親が中国人なんですけれども、上海に行った時に国際学校に通ってたので、英語、日本語、中国語、3カ国語をしゃべります。でその中で経験したことなんですけれども、日本語の素晴らしいところっていうのはやっぱり和歌にも見られるような多彩な表現力と、奥ゆかしい、感情表現などにあると思います。これを見て日本語に興味を持った方はぜひその奥深い表現などを、見て感じて、触れてみてください。ありがとうございました。